お疲れちゃんです。ラットです。そして、はい、どうもフチです。そして、らっしゃいらっしゃい、デイデイです。あ、しゃいからの、いらっしゃいらっしゃい、ペコです。からの、いらっしゃい、アキトです。はい、というわけで、もうグダグダがひどいわ。今日のジョイライキさん家にね、泊まりに来てるんで、まあ、まあコラボというか、ただわちゃわちゃしてるだけなんですけどね。後ろで、後ろでね、はい、ちょっとまあね、そう、うるさいんですけど、まあその中で、ね、動画撮っていきたいと思います。というわけで、今日ね、塚出来がこちらの、まあ、バルフィでね、ございます。で、これが、海外の、まあ、プレイヤーが使ってたグラチャレの12勝とかしてる、まあ、デッキですね。で、まあ今フリーズが強化されて、あー、でもアーチャーはちょっとあんまり強くなくなっちゃったから、そう、アーチャーね、だからバグが消えただけですね、うん、なんかバグというか、アーチャーの射程も伸びてたけどまあ射程が戻ったけど、まあ雪玉とフリーズがね、強化されて強い。まあ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 、まあ、ね、はぶられた、どうだろう、言ってるんですけどうるさいな、あの子相当痛い、ずっと喋るから、うん、なんか今あの浦木さん家で寝る場所のなんかね、取り合いがね、そう、取り合いしてて、ベッドで浦木さんとテンゴットと焼き鳥の3人、一つのベッドで、そう、3人が寝ようとしてて、僕とフチパイセンがね、今横になってやってるんですけど、え、こっち来たん、焼き鳥、お前、これは俺の布団やで、くんな、くんな、くんな、マジで手に入れた、くんなよ、マジで。もうやってんな。おお。あ、しかもマルチ？すごいな。はい。まあまあまあ。何やってもね、そんな変わらないから。はあ。もうなんだ、あいつら仲良すぎるな。本当に。これが焼き鳥の本性ですね。焼き鳥なんか。素が出ちゃった。前撮りとか言ってる。動画で。視聴、ご視聴、前撮りって言ってる。焼き鳥。闇が深いな。あれ？焼き鳥やばいっすね、マジでマジでやばい。ちょ、これ、え、相手のクロスもかっこいい。これは OK。 焼き鳥の本性ですね、皆さん。これ毎回前撮り、マジで動画終わりに毎回そうよ聞こえましたかね、焼き鳥がご視聴前だりって言ってる。闇ですね。ダメだ。はい、これ魂打っちまった。やめろ、おい。やめろ、おい。モブメガネイコールフチパイセンですか？いや、違うよ。違うんだって。それはな。やめろ、やめろ、やめろ。なんでメガネかけてるだけで悪口になる。これ美味しいですね。相手テスラあれ使ったから。みかんさんがあれでしょ。フッツさんに負けて。勝ったっすね、これ。ああ、そう。いい、釣られるんで、やば。俺が調子良かった時。お？え、やば。これはちょい予想がいいけど。大吉さんが無限に積もってるから、ね。そう。そんな面白かった？いや、俺結構好きなんで、モブメガネやろうって。その時俺がなんだっけ、そうそうだ、モブシゲのモブモブって言ってたから、そう、名前とメガネが重なって勝手に俺がファイボで、あ、耐える、あっちやん、いや強いな、いや言うてまうですよ、そうそう、あ、みんながねわちゃわちゃしてる中で一人集中してクラロやってるんでね、僕は偉い YouTuber の鏡は、やばいっすね、あ、寝ろ寝ろ、あ、いけるか、前だり前だりじわるな、あかん、だとタワー落とすたびに言うんでしょ、うん、腹手の煽りやけど静かにしてくんねいや、終わりの合図決まったよ、もう一回、いやだ、何でそんな毎回生々しい合図縦線が別回式なんかな、ああ、でも縦線がまあ万能みたいなのがあるっす、うん、これフリーズ打ってもよかったから、まあいいや、やばい、
でもアーチャーが結局強いから覚えてきちゃうす。アーチャーが強いっていうのがなかなか。でも火力が結局こいつお化けじゃないですか。これ多分ユニット。あー眩しいね。これあれだ。あ、そう、俺もそういえば確かに喉は乾く。ただいま夜の何時だ ?3 時ぐらい。やばい。そうなんですね、もう本当に時間がおかしい。あ、ワンちゃん勝った。これやばいですね、あと雪玉、フリーズもダメージ入ったからでも。これロリババでテスラとか。オッケー、これ爆破でも入ったら勝ちっすね。これはダメだよ。俺がちゃんと野菜ジュース飲め、野菜ジュース。そう。ライキさんちにマジゲロクソまずい野菜ジュースあるんですよ。一日分の野菜がさ、取りたいじゃん野菜ジュースで。まあお得に感じてしまったわけだ。マジで。ね。マジでまずいよな。スマブラ。いやいやいや。じゃマジで飲んで。俺飲まされたから。俺もう今日飲んだから。スマブラ負けたから。そう。お前スラコロでポイズンジュース甘えたろ。俺知ってたぞ。あれだって普通に美味しかったよ。美味しかったというか普通だったよ。どうだった？全部飲んだ。マジで言ってる。いや余裕だったでしょあれ。え俺マジであれ無理だった。俺何が苦いのか分からんかった。苦いってまずい。何が？俺無理だま無理だめです。甘いからのしっかり入ってる。色が濃いもんな。お前のことは気遣ってんだね。やばいな。俺それ全部飲んだからね。自分の野菜取ってすんだお前。やば。やば。ポイズンジュースよりしんどいんやけどこれ。いや、圧倒的にしんどいよ。マジで。俺飲んだから。俺全部飲んだからそれ今日。びっくりしたよ。なんか一食分の野菜がめちゃくちゃうまくて野菜ジュースが。あいくらでも飲めんなって感じなんだけど1日分だった途端にもうそれなんかもうそう処理できないから俺らに全部飲ませようとしてるあの人俺覚悟を持って2本買ったんだけどやばくないかバカだわバカいやじゃあこうやって鼻から鼻を止めて半分ずつぐらい飲んでみてそれ飲み物の飲み方じゃないいやいやいやこれしんどいっす普通に。いや、鬼まずいって。でも全部飲まないと。でも、それは甘い。それ甘いんだ。俺でも飲んだね。飲め。強くなれない。いやいやいや。何に強くなろうとしてるんですか。そう、余裕する。雪玉ウッドのフリーズなんで。え、俺って無理だ。じゃあ、雪玉ロリババ。お願い。いや、割と真面目に。ちょいちょいちょい、飲んだから。そんなことある。飲めよ。真面目に俺無理なんですよ、これ。前も聞いたわ。マジです。甘やかされてきたんかお前。だから俺ポイズンジュースも本当に無理だったんですよ。俺が飲めばいいですかじゃあ。じゃあまあそう。俺が飲めばいいの。え？いいんすかデビル？デビルほっといていいんすか？デビルは飲めば。俺20億の借りがあった。一回飲めよお前。そうなんですよね。じゃあのスマブラとか桃鉄とかみんなでいろいろやったんですけど。これは飲むまで寝れない。そう。テンゴットが。ライキさんにデビルを与えるカードみたいなでねライキさんプラス何億とかあったのに一気にマイナス20億みたいななって負けてマックを3000ちょっとおごるはめになったんですよね全てはテンゴットのせいで仲良しかよこれ一応動画撮ってんだけどなこれ大丈夫かなマジでマジで大丈夫かな前通り言っとけばとりあえずかみたいな部長やめて間違ってないこれやばくね強っそんなに入れちゃったんすかマジでガッツリ入ってるこれ1日分だからそれで1日分なんですかいや俺それ一食分もしんどい気がするんですけど普通にまあそれを人に飲ませようとして飲んだらわかりますわマジでか完全にもう押し付けること言っちゃってるしあれよく飲んだなよく飲んだなあれ本当にラットあれ丸々一杯飲んだあ丸々一杯飲んだよあれやば頑張って飲んだよ俺だって毎日飲んでんだよだから言うたんやけどおにぎりマジやばやばいよ本当にまずかったまずかったマジでまずいいやなんで苦しみながら飲んでるんですかマジでまずかった最悪空気がそういうことなんだ
絶対普通に野菜取った方がいい。そうだな、ハッピータイ入れすぎだろ。なるほどな、そういうことなのか。お前が飲まないせいで俺は雪玉で健康的になるぞ。あ、でもちょっときつくないか。これだるいっすね、ベビドレだから多分バルーンじゃない。あ、バルーンだった普通に。天狗とマジで飲まなくていいの。いや、お前一口は言った方がいいよ、絶対。あ、待って。試した方がいい。お前だって、お前だけ。これ事故だ。苦しみは知らないの。あーちゃんがバルーンってあげとると思ってた。けど言うて。まあ、そんな人生でいいんか。やば。妥協し続ける人生でいいの。いいよ。相手レイジはやばいっすね。あーちゃん強いでも。お前だけ飲めって思って。一回言った一口。マジで。ダンコとして飲む気じゃない。すっごい動画になってんだけど大丈夫かな。マジ忘れてたっしょ、正直動画撮ってると。正直忘れてた。フラローの話とはみたいな。よっしゃい、よっしゃい、前田アリー。だからその何でも治る魔法の言葉じゃない。違ったっけ。違う。やばい。まあいいや、たまにはこういうわちゃわちゃした動画もいいじゃん。日常動画や、日常動画。そんなラッと真剣にやってんだよ。それな、人の動画でさ。いや、手のひら返しがすさまじい。真剣にやってんの笑うんじゃねえ。マジで焼き鳥そういうやつだからな、本当に。なんで俺の壁だけ落とそうとしてんの。マジでも焼き鳥そういうやつなんですよね、本当に。いや、俺はもう、やっと頑張ってるなと思ってさ。無理すんな。動画を盛り上げようと。無理すんな。本当は忘れてた。前田リーでしょ。マジでタッチアリーだ。魔法の言葉じゃないんだよな、前田リー。そもそも前田リーってなんだ。別に俺の挨拶じゃないでそれ。焼き鳥の挨拶やで、前田リー。でもこれ待って、強い。こっち落とした。オッケーあるよ。これを守ればいけるんだけど、問題は守れないんだよな。と思うけど。じゃあワンチャン守れる。いや無理。あ、厳しそう。いや。お？慣れた、汗たるな。お、いや無理か。やっと来季も野菜を取ってくれるようになったか。僕は野菜を取る苦しみを覚えた。いや苦しみじゃないよ。やば。でも普通の野菜は最近。これ多分ランバーが入る。食べるのハマってるんですけど。チョレギサラダしか食えない。え、それちょ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 、焼肉屋とかいたりする。うわー、マジかー、惜しかったね。ん、首振んなよ。前田リー、え、違うから。焼き鳥のね、本音ですね。はい、というわけでね、わからなんで俺の本音前田リーない。まあこんな中でもね、ちゃんと2連勝してからの最後いっぱいしたんだけど、まあそう、もう3戦終わった。すごい、終わったよ。マジか。終わったよ、君らがうるさいけど。俺ちゃんとやったからね。頑張ったね。頑張った、さすがラットさん。ありがとう、フチバイさん大好きです、僕は。え、うん、なんで困っとんすか。さては、褒められる。俺も一本動画撮りてえな。はい、というわけでね、とりあえずもうちょっとね、もう本当にやばいぐらいうるさかったんですけど、まあしょうがないですね、このメンツがメンツだと日常会話の収まんないですね、さすがに。サラしかいないんで、っていうわけでね、焼き鳥屋で誰が。大丈夫ですか、さっきまで寝ようとしてたのに。生き生きしてます本当に。というわけでね、今日はこれぐらいにしたいと思いますね。これが本当にサンスペ、そうサンスペのバルーンだから珍しいよね。そう珍しい。どうなんですか。これですね、セントベルキンが使ってましたね。出た、チームケースの。そうなんで結構強いと思うんでね、ぜひぜひ使ってみてください。というわけで以上に。俺のチャンネルリンクだけでね。はい、そうですね。そうですね、多すぎる。そうですね、もう多いですね。正しい使い方。多いですけど、一応ね、今回コラボさせていただいたね、そのライキさん。よし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 、はい、うっせーよ。おいおい、うっせーよ。一回しっかりしてくんねえから。ね、はい、そう、まあ、みんなのね、プチパイセン、ライキさん、テンゴとね、みんなのチャンネルとか、チャンネルリンク貼っとくんで、ぜひね、チャンネル登録もよろしくお願いします。潰すぞ。
というわけでね、マジで今回は終わりしたいと思います。でね、あの他の方のねチャンネルでも多分コラボ動画上がるかもしれないんでね、まあさすがにここまでわちゃわちゃしてないと思うんでね、ぜひそちらを見てくださいというわけで以上にしたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様です。前乗り。